あれ、ポーちゃんおらへんな。こっちこっちこっち。お疲れさんです。遅いわよあなた。そういう問題じゃない。遅いわよ。そういう問題じゃない。待たしたらダメなのよ。どうしたの。イメチェンです。ちょっとロン毛に憧れてさ、ちょっとイメチェンしようかな思って。あ、なんか80年ぐらいのなんかギター持ってる人。遅やな。ビートルズ、ビートルズ。ちょっとずらなくなった。取れた、取れた、取れた。あかんで。放送事故や。放送事故。早つけて、早つけて。セッティングして、セッティング。はい。意外にな、はい、意外に似合ってます。マジで？はい。じゃあ俺ロン毛いこうかな。ロン毛でいきましょう。はい。ということで、今日はね、はい、YouTube 初出しかもしれへん、はい、激辛を見つけました。はい。ね、お店はね、こちらです。大衆居酒屋、はい、飯と酒と音さんかな。なんかここにね、うん、チャレンジメニューの激辛があるのよ、うん、YouTube 初出しっぽいから、うん、ちょっと行って僕は一発目でペロリンチョしちゃおうと思います。はい、はい、それでその感じやね、うん、あ、ここなんか音を楽しむとこやから。これなんか DJ ブースとかあるらしい。あ、そんな感じ。おお、そんな感じ。ちょっとあれちゃんとつけていきます。つけていきます。オッケー、オッケー、オッケー。それ別にカツラ感前回がやめて。どうなってんねんこれ。それあげてるやんか。どこが。はいはい、行きましょう。はい、お店行きましょう。行こうか。はい。なんかさ、うん、鍋と麻婆豆腐だけかと思った。うんうん、いっぱいあるわ。え、何があんの？地獄麻婆豆腐に、うん、ラーメンもあるわ。あ、地獄風呂ラーメン。ほう。デスホルモンカレー。地獄特急？地獄特急便鍋。あ、そういうことか。うん、なるほどなるほど。なんか熟知してなかったけどすごいね。いっぱいあるね。うん。チャレンジメニュー30分以内。ほう。食べたらドリンク無料。ほう。一人で2人前の鍋をクリアすれば最賞金は。これ無理ですね。2人前は無理やね。2人前は無理ですね。無理やな。だって僕使い物合わへんしな、はい、そうやな。とりあえず、うん、2人前はとりあえず無理やから、うん、ラーメンか、うん、あの麻婆豆腐か、うん、どっちかさ、あの、うん、お店の人に聞いて、うん、あの頼みたいと思います。わかりました。はい、すいません。はい、これですね、すいません。麻婆豆腐ってどれぐらいの量があるんですか？麻婆豆腐ですか？普通にお茶碗一杯分ぐらいです。お茶碗一杯分、はい、だからラーメンの方が量が多い。ラーメンの方が量が多いです。あは、こっちはもうスープまで買いに行くんですね。あははは、はい、賞金がつかるには鍋ですけど、はいはい、ちょっと2人前はちょっときつい。そうですね、だと思います。はい、ということでね、とりあえずね、うん、あの麻婆豆腐を、うん、あのいきます。あ、こういう感じ、こう行く感じ。そう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 、もうここ行った次、次回こっち行って、あ、その次回こっち行って、うん、もう徐々に全員制覇していくから。なるほど、うん、で辛さレベルはもう地獄から。地獄からね。あ、なるほど、うん、行きますよ。はいはい、頑張ります。めっちゃ辛いですか？めっちゃ辛いです。あ、でもちなみに初の、はい、挑戦さん。あ、そうなんですか。メニューちょうど作ったとこっす。あ、そうなんですか。へえ。行こう。行きますか。頑張ろう。いや、もうね、実はいつもあの YouTuber のラファエルさんにいつもお願いしてるんですよ、はいはい、あ、そうなんですか。ダムに、はい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 、だから初 YouTuber さん、はいはい、なんか厨房が死にそうになってるけど、なんか聞こえるな。聞こえる聞こえる、ほのかに聞こえる。目が痛いとか言うね。目が痛い、目が痛い、目が痛い、あ、刺激臭がする。目が痛い、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、ド M やな、ド M。 目が感動して涙を出そうして水を出そうとして。あのさ、マスク取ったらいきなりおっさん感バリ出てきて、やめなさい。あの、ひげがさこう耳にかける、これちょっと憧れだったね、なんかね。このこ、この仕草ね。それ捕まるで。はい、お待ちです。ありがとうございます。はい、じゃあ激辛チャレンジということでルール説明させてもらいますね、はい、今から僕がタイマーを押すんで10分間で食べてもらったらこちら無料とワンドリンクと次回サービス券を渡しますんで、はい、今のところ挑戦者ゼロです。はい、よろしくお願いします。はい、で牛乳
あのお助けマンの牛乳、はい、ぼったくり価格500円でやってるので、おー高っ、はい、イタリアの時は牛乳500円食べてください、はい、はい、ということでこれが激辛麻婆、結構刺激臭がすごいね、ね、じゃあお願いします、はい、はい、じゃあ恨みこなしでスタートです、はい、はい、はい、いただきます、はい、恨みっこなしっていうのが怖いね、ほんまやな、ちょっと髪の毛うざいからちょっと取ろう食ってまいそうやな、これ裏取ってもうたやん食べにくいね、どう、これ有名唐辛子ふんだんに使ってる、うん、うわすごい匂い、マジで、これ何が入ってんの、ホルモンと、うん、豆腐と、うん、入ってますね、唐辛子は多分ね、うん、有名ブランドがふんだんに使ってる、ふんだんに使われてる、うんうん、マジ、うん、匂いが、うんうん、口の中の唐辛子のえぐみと、うわすごい、あ、今日なんかおばあちゃん平気そうやね、頑張ってるじゃん、妹のために頑張ってる、妹も捨ててもうてないこれホルモンが難関やわ、結構大きめの、うん、このホルモンがさ、うんうんうん、咀嚼率を上げるわけよ、あーなるほど、けど完食数はゼロになんで、あら辛い、うん、しっかり辛い、いやーこれはすごいわ、これは辛いよマジで、あなたが見つけてもったかもしれないねえ、うん、マジで、うん、テンさんドエスやお前だいぶ来てねえんかこの辛さでこのデカさのホルモンはないと思う、いやそれはさ坊ちゃんだけ、もう味のなくなったガムみたいになっても辛さがホルモンきつい、辛いし、けどこれは普通のメニューではホルモン麻婆豆腐やる、ああ、うん、うんうん、だから多分めちゃ美味しいよ、辛いねんけど、うん、うまみはすごいある、ある、うん、辛いね、辛い、おー、行くね、今日はやっぱりその桂がいつものやる気と違う感じ、妹に見せつけながら兄貴のすごいとこ、妹そこでちょっともう休みすぎやけどなすごい苦笑いしてはる、あとこのホルモンが残ってんな、いけそうですか、あと3分、あと3分、ウルトラマンはこっから強いんやぞ、おお。ウルトラマン弱ってるウルトラマン弱ってるだいぶさ蓄積されてきたからね、蓄積されてきた、どう？あと2分、ホルモンが、お、完食でーす、またか、おめでとうございます、ごちそうさまです、よろしいですか、くそありがとうございます、ありがとうございます、辛かったこれは本気で辛かった、やりよった、やりよったやりよった、やりよった福島、福島舐めとった福島ちゃんと舐めとった坊ちゃん、これあのごく激辛に例えると、あのね、うん、ファイナルの5倍ぐらいかな、あ、そうなんや、うん、
しっかりね、うん、あの口の中で、うん、有名ブランド唐辛子の苦味っていうか、うん、ちゃんと感じるのよだから、うん、徐々に蓄積されてきて胃が熱くなってくれる、うんうん、で麻婆豆腐も熱いやん、うん、ホルモンがほんで苦戦すんのよ、かまんとあかんから口の中やけどするし、うんうん、マジでちょっと苦戦する。美味しかった。でも今日の坊ちゃんちょっとかっこよかったな。妹のためにね。ふいふい。そのさ、あの、わたな、やらしいのかな、ヒゲ濃いから余計やらしいね、見た目。あ、これ？うん、坊ちゃんのヒゲが青いから。これなん？あの、最初、カツラやだって分かりました？いや、カツラって言うから、やばい人来ただいぶやばい。そうそうそう、クローズって言おうとしたこれが YouTuber じゃなかったら多分帰らされてた。できんやできんや、ね、ここら辺東亜の町やからね、クローズぐらいやから、たまに違反になるので、新しい感じの売れへん、あのね、新ジャンル、女の子。そうですね、売れへん女の子、売れへん男の子や、そういうことや、うん、まあまあ、もうチェンジって言いますね、チェンジチェンジはやめてチェンジはやめてあれやろ、何個なの、あの回っていくんやろ、うん、全部チェンジされる立ちんぼ、立ちんぼかと思いました立ちんぼさんかね。ということで今日はどうでしたか。辛かったね。辛かった、マジで辛かった。おお、これは暑さと辛さのほんまに戦いやった。どうですか、次何行きますか。次は、はい、ラーメン行こうかな。次ラーメン、うん、なるほど。じゃあ次回お楽しみということで、うん、はいはい、ということで本日もありがとうございました。ということで本日の、あ、外でやりますか。外でやろうか。外でやります。それつけてるし、ここでして嫌です。今日だけやで、神回やから。神回、神回やから。わかりました。はい、あのぜひね、このカツラつけといてほしい人はコメントください。もうグッドボタンを教えてくれたら、はい、この今芝さんがちゃんと見てくれます。はい、はい、まずはごちそうさまでした。ありがとうございます。え、ほんまに無料なんすか。無料です、はい、ほんまに帰っていいんすか。帰ってください。ほんまに帰っていいんすか。もうその辺ドキドキするんですけどね。次回の、あ、そう、そうですね。あ、それもな、すごいな、ほんまに。前回この商品券を使ってまた激辛を食べたら、うん、またもらえるんですね。そうですね。おー、なんて太っ腹。永遠無料や。え、今までで一番早く食べました。一番早く食べ、あ、みんな食べれなかったですよ。食べれなかった、うん、で、実際は、はい、もっと辛くしてやろうかなと思って。次から今ほんまに初めてやから、はい、どれぐらいの量をやっていいかわからなくて、はい、はい、試行錯誤予中だったんで。あ、そうなんですか。ありがとうございます。はい、あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まありがとうございます。まだお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。髪の毛がめっちゃ生える。麻婆豆腐風マジでやばかったで。やばかった。うん、マスターがさ、うん、唐辛子足そうかなって言ってたよ。言ってた言ってた。あれワンちゃん俺やからいけただけで、他の人絶対食われへんだよ。食われへんと思う。マジでやばいで。だって、うん、あの多分な、作ってる人も味見できへんねん、あれ。そやねそやね。もう厨房な、多分みんな窒息死するよ、あれ。もうあれ増やしたらあかんと思う。うん、お前ね、はい、あのままの量でお願いします。はい、ということで、はい、本日の息子コーナー、ちょっと待って。何やねんな、髪の毛長い人の気持ちがよく分かる。こう髪の毛入んねんな、口に。息子はですね、はい、僕の金で、はい、ポケモンカードを買いやがった。ケース買い5,500円。本日もありがとうございました。兄ちゃん遊ぶ。もう待ち疲れてんけど。兄ちゃんもう相手してくれ。ごめん、帰るわ。